次ですね。はい。それなのに引っ越ししようかなって言っただけで彼氏ギャーク。これは最近のことでございます。うん、ニコニコプラスでもねちょっと一旦触れたんですけど、コマルのお母様がね、コマルちゃんが ASMR してる時、夜23時半とか時ね、ワンコがね、2人いるんですよ、1階に。でコマル2階で配信してるんですけど、ワンちゃんがね泣くんですよ、ワンワンって。でその声をめちゃくちゃ拾っちゃうんですね。でワンちゃんが泣かないようにコマルのママが2匹のワンちゃん両脇に抱えて、ずっとずっとコマルちゃんの配信中1時間ダンス踊ってるんですよ。泣かないようにゆすりゆすりダンスみたいな、こうよしよしよしみたいな、もう1時間ね1回を走り回ってるんですよ。そのファインプレーをねこの1年半続けてきたんですよ。さすがに申し訳ない。どうする、ママの上腕二頭筋ムキムキになってさ、取り返しのつかないことになったら。いや、いいことなんだけどさ、もう筋トレないよ、ひたすらに。コマルちゃんもそう、ワンちゃんのアレルギーがあってくしゃみが出ちゃったりとかして、そう配信中ね、よくね、ASMR 中とかなんか鼻詰まっちゃったりとかして、ちょっとねお聞き苦しくて申し訳ないっていうところもあったりとか、お医者さんに、まあ、ね、ほんとできるだけ離れてくださいって言われたりとかしてしまって、まあ今日も3ツンツンとかで我慢してるんですけど、そうだからね、そろそろ一人暮らし頑張るか、いやずっと嫌だったんだよねって思ったけど、よっしゃここは頑張るかっていうところで、未だに何もしてないんですけど気持ちはめっちゃあるんだが、まださ、やっぱお化け怖くて、お化け絶対出ないにするにはどうすればいいかって真剣に考えているぐらい怖くて。本当に怖いの。新築ならお化けいない。でもわかんないじゃん。下にさ、貞子の井戸があって、その上に新築のマンションを建てた可能性もあるじゃないですか。怖いよ。やだよ。お化け。本当にやだぞ。ああ。